チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手、今日はオリックス DeNA 編です。はい、はい、じゃあまずオリックスから見ていきますか。オリックス山岡吉田、T 岡田山足、うん、山岡オリックスの優勝の崖っぷち、うん、2桁しないと優勝厳しい。優勝してたしましたね2桁勝ってないけど優勝したわ全然。でも新星が結構出てきましたからね、その分の、うん、うん、そうそう、うん、あとは山岡のリリーフ良かったな。良かったですかね、何気にね、うん、うん、そういった意味では、はい、ね、山岡投手、うん、2勝1敗31試合登板12先発防御率 2.30 だからリリーフで19試合なんだね、うん、でも12先発でクオリティスタートも6回してたね。なかなか先発って勝ち星恵まれなかったんですよね。 そうだね、うん、うん、そういった意味ではどうなんだろうね、うん、来年ね、山本がポスティングでいなくなって戻るのかな先発。どうだろう、ね、まあ、でも最初戻してチャレンジさせて、うん、まあまだ何かあったらリリーフでもっていうのは使いやすいよね、うん、リリーフでってなっても6回とか5回のポジションだからね、うん、はい、もしくは同点で7、8みたいな。だって後ろはもう何もなかったら宇田川、山崎総一郎、うん、もう平野でしょ、うん、平野の後側も欲しいけどね。そうですね、うん、そんなもう連投もできんしね、うん、でも山崎幸也投手の FA どうなるんですかね。高校じゃないですか、うん、そしたらまた一枠空きますしね。だからそこに多分今年投げてない外谷とか、あ、向野木とも人が投げるから、そこら辺がね、うん、どうなるかっていう。育成が絶対サイキックが来るからね、うん、他で言ってるだけだろ希望やろ。希望すて、あれ千賀クラスでしたっけ。千賀クラス、いいだ、いい希望やろ。まあでも育成が東投手とかも出てきますからね。そうです、そうです、オリックスはすごいですよね。まあまあでももう役割分担できたからな、うん、1LDK です。はい、うん、1LDK マンションね、はい、うん、それタワマンの 1LDK ですか。いやいや、一人暮らし10階建て、10階建てマンションの、うんうん、まだだってどうなるか持ち場がちょっとどうなるか分かんないと思う。で、続いてが吉田亮、はい、うん、ね、戦力外っていうね、うん、あの V1 の時のね、うん、スライダー投げる時は抑えれるっていうね、うん、でももうバレちゃったら抑えれないからね。あの時の活躍すごかったですけど ね、これ書いてんでね。でも2軍では防御率 1.95 だからね、うん、2軍では抑えてんだね。そうか、吉田投手戦力外かってちょっと思いました、ね、26歳、まだでもワンチャンあるからね、うん、正直行き先ありそうな気がします。ジャイアンツが取ればいいんじゃね、うん、リリーフばっかり、はい、俺でもあれもどうかと思うけどな正直、うん、取るのはいいことだと思うよ、うん、戦力をね、はい、もうちょっと育てよう自分たちの選手、うん、でも赤星投手とか山崎投手が育ってきましたから。そう、前だから、そう、後ろだから、後ろリリーフの話、リリーフの方か、リリーフの話だからそこもうちょっと育てよう本当、はい、まあ、でもワンチャンあるんちゃう。大木先生育成でも取っていいと思うよ、うんうん、安くで、よかったら試合下にして1軍上げるっていうところで、はい、まあでも引き続きどっかに移っても崖は続くね。はい、うん、そうですね。いい岡田、はい、もうこんな感じなのかな。シェアハウス、シェアハウスもうこんな感じなのかな。もうこんな感じや、はい、もうこんな感じでしょ。いきなりこの動画見てシェアハウスってどういうことか分かんない人多そうですよね。もう最初から見てもうそうですね、もうシェアハウス、ヤクルト編ぐらいからシェアハウス使い始めたんで。そうだね、その辺で見ていただいてね。シェアハウスいいよな、うん、使い方として、はい、シェアハウスやな、はい、もう多分こういう使い方や、うん、もうこれ以上でもないしこれ以下にもなんない、はい、正直、うん、だこんな感じやな、うん、だもうそのレギュラーでバンバンっていうもう立ち位置じゃなくなったね、はい、正直。まあそうですね、うんうん、35歳、うん、来年36か。だからもう崖っぷち選手とかにも上がることない、うん、シェアハウスに行く選手は上がることないよ、はい、もう、うん、シェアハウス、シェアハウス、うん、36歳、ね、ベテランのシェアハウス、うん、はい、続いて山足、はい、山足くんね、2軍ではそこそこ打つんだけどね。まあ評価の一つとして言えることがあるとすれば、はい、うん、すごい言い方悪いけど特徴ない。うーん、足がめちゃくちゃ速いわけでもなければ守備がめちゃくちゃうまいわけでもないし、はい、じゃあめちゃくちゃ打つかっていうとめちゃくちゃ打つわけでもないし、はい、めちゃくちゃパワーあるかっていうとめちゃくちゃパワーあるわけでもないから、うん、普通どっか引いてないとっていうところは。いや、普通だったらアベレージもうちょっと上げていかないと。まあ、そう、確かに打率上げたいですよね。普通の選手っていっぱいいるのよ、うん、でもそういう選手が使われるのってアベレージ高いから、はい、だからどっちかっていうとだって牧も普通だからね、うん、DeNA の。あ、まあそっか、走るも大した速いわけでもないし、うん、守備がめちゃくちゃうまいわけでもないけど、はい、打つ、打つ、うん、だからそこのだから、うん、打つのが一番重要だから、うん、
足も特に速くないし、うん、守備もそんなに上手くなかったら、うん、打てなきゃ終わりだからね。でも牧選手の場合だから特徴ないっても打てる選手ですもんね。そうそう、うん、だから結局は打つことしないと、はい、他が特徴なかったら、うん、あの試合出れないから。そうですね、正直逆に言うと前にやった後藤俊太とか、うん、加藤翔平とかは打てないけど、うん、まあ、足もあるし守備いいから、うん、はい、結局は守備固めとかで一軍に置いてくれるけど、うん、山橋とかは足もないし守備もまあめちゃくちゃ別にうまいわけでもないから、うん、そういった意味では置いてくれないのよ。そうですね、打てないといけないのか、うんうん、そういった意味では本当特徴ないから、うん、もうちょっと打っていかないと、はい、2歩交代2歩交代、いやもうこれぐらいにいると思うよ。うわ、なんか必要で、しかも今年30歳だから、はい、来年31だから、うん、もうなかなかちょっと危なくなってくるよね、はい、正直ね、うん、はい、袴田さんのネクスター、はい、もうブレイク予想というところで、うん、ネクストスターね、はい、まあ、キラ選手と、まあ、紅林選手は、まあ、去年も活躍してましたけど、うん、今年もっとこうグッともうチームの主軸になっていくだろうというところ で4年目でね、打率が安定したよね、うん、安定しました、うん、2割7分5厘っていうね、うん、これまではね、長嶋監督も我慢してね、うん、21年は2割2分8厘、22年は2割2分4厘と、はい、なかなか打てなくてもね、うん、我慢して使ってきたけども、今年は打率2割7分5厘、はい、ね、試合数はどんどんちょっとずつ落ちてきてるけど、うん、まあ、227試合しっかり出てるっていうところもあるし、うん、ね、ホームランも8本、はい、だから安定的にね、ホームランもそこら辺打ってるしね、うん、でエラーも6、エラーが6個になったのが素晴らしいよね、はい、正直、17、11とね、うん、なってるところ6個で、これはもう成長してきてね、うん、まあ、中嶋監督の我慢とね、はい、本人の頑張りっていうところがあってね、うん、いい形だったよね。ちょっと出遅れたんですよね、今年。そうそうそう、調子上がらなくてね、はい、あれもまたいい葉っぱかけたよな、確かにね、野口が開幕スタメンで、ね、そうでしたね、まあ、このままじゃ使わへんぞみたいなね、はい、うん、あそこら辺のなんか、アメとムチもうまかったよね、うんうん、まあ、今年ブレイクです、うん、はい、で、来た、もうちょっと来てほしいんですけど、茶野にも負けたから、だって私はネクスト吉田って言ってましたから、うん、まあ一瞬一瞬でもね、はい、してるっていうのもあって、まあでも、まあ、まだまだここからだからね、はい、若いですからね、まあ、どこまで結果残せるかっていうところで、はい、まだまだだからね、はい、また来年に期待したいと思います、うん、そうだね、はい、で次 DeNA、 DeNA 坂本ね、平田、はい、京田、柴田、田中俊太、キャンプ関係者によると、うん、石川達也の評価が高いっていう、うん、28試合登板、防御率 1.97、 3年目、うん、ね、法政大学から、はい、育成1位から育成1位から、うん、で2軍でも防御率 0.9、うん、0.69、 やっぱ関係者すごいね。そうですね、うん、やっぱ関係者の情報は、うん、やっぱこう邪険できないね、はい、でもこれ崖っぷち選手言ってる中で、うん、なんでいきなりキャンプで石川達也選手の評価高いっていうコメント出てきたんですかね。いや、言いたかったんやろな。そうそうそう、うん、出てきて言いたかったんですかね。だからね、DeNA ファンの人、はい、もう正直、うん、もう半年前だから、はい、何言ったか忘れた。そうそうそう、あのこの動画あります、うん、石川達也ファンの皆さん、はい、もう一回見返してください、はい、いいことを言ってるかも分からない。そうですね、うん、言ってるか残ってるんですね、記録に、うん、しかもきっちり結果残してるからね、うん、素晴らしいよね、はい、そういった意味はね、うん、なんで言ったんだろうな、ここで。で坂本ね、はい、26歳、うん、13試合登板、先発2回 5.76、 ハーブでは 1.80 抑えてんのにな、うん、そうですね、先発何が足りへんのやろな、うん、正直ね、2歩交代だって DeNA の先発じゃリリーフ、うん、左もそんなおらんもんね、エスコバーだけだよな、まあそこに石川が入ってくれ、うんうん、石川に負けてきてるよな、これ完全に、ね、そうですね、リリーフはね、だから先発に、まあ、来年今永いなくなるからね、うん、でバウアーの去就も、まあ、ここからまあどうなるかまだ今、うん、現状は分かんないから、はい、まあ、でももう これだね、これですか、正直、うん、正直ね、うん、平頑張ったよね、はい、復活だね、うん、復活しましたね今年ね、うん、まあ、成績自体は4勝4敗だけど防御率 3.49、うん、11試合先発、はい、クオリティスタート5回っていうね、うん、ところで、まあ、怪我もあったから ね、うん、ね、その怪我から乗り越えてね、うん、もう来年さらに期待だね、これはね、はい、投げてもいい球投げてたからね、うん、そういった意味では初めての2桁勝利頑張って勝ってもらいたいよね、うん、これはもうあれだ、うん、ワンルームマンション、お、うん、お、いい復活を取りました、うん、で続いて、はい、京田2割2分7厘、うん、やっぱ打たへんねんな、うん、まあ、森が怪我したから出番が増えたところもあったよね、ラッキーだったよね、うん、京田にとったらチャンスもあったし、
この打撃成績だったらドラゴンズいた時と一緒やもんな、正直、はい、だそこだね、継続継続一歩交代交代しました、うん、で森が出てきた時にどうなるかだから、あそうですね、うん、林もいますからね、あそうだね、林もいる、うん、ルーキーのね、うん、そういった意味ではちょっとなかなか苦しくなってくるよね、うん、はい、うん、で続いて柴田はい、いやこうやな、うん、危ないやろこれは、打たへんからな、うん、ここら辺だよね、うん、まあでも関根みたいなことあるからね、うん、そうですね、来年9年目、うん、だけども関根みたいにねいきなりね、うん、ちなみに今オープン戦から絶好調で掴むってこともなくはないですからね、うん、関根10年目でね、うん、掴んだから、はい、まあ、その柴田も京田もねそういうことがありえるからね、うん、そういったところではまだ落ちてるわけじゃないから、ね、はい、まあ、ここからまたね、うん、なんとかしてバッティングをね良くしてほしいっていうね、はい、で続いて田中俊太、うん、一軍未出場、はい、いやこれだな、全員同じだからね、うん、キャラ、あそうですね、しかも世代もみんな一緒なんですよね、うん、全員が生き残れることないからね、うん、正直、はい、全員バッティングだね、うん、正直そこがパッとしないからね、はい、でどんどんね新しいものも取ってこられてっていうところ で、うん、で渡来も来るしね、はい、そういったところでは渡来もね左打ちだから、うん、もうキャラかぶりでね、うん、はい、どんどんこの3人はチャンスが減っていくからね、うん、そういった面では全員2歩交代だね、全員2歩、うん、うん、まあ、そこでだから全員生き残れないからね、はい、誰かはもう必ず脱落するから、うん、袴さんは、はい、池田に小深田、池谷投手、あ、池谷は小深田、小深田は今年自分デビューで再来年ブレイク予想で出たの今年、ちょっとまず池谷投手はね戦力外になっちゃいましたね、うん、うん、小深田2軍でもそんな打ってないね、うん、期待してるんですけどね、うん、まだ1軍あのデビューはちょっと持ち越しでした、うん、はい、そうだね、うん、継続継続、うん、あの私の期待継続です、うん、はい、っていうとこだね、はい、まあ多分ねえ、うん、平は来年も頑張れそうな感じがするけど ね、うん、いけそうですね、坂本投手先発で頑張ってほしいな、そうだ、だから今永とかそこら辺がもし抜けた時のね、うん、そこを、まあ、どうなるのかっていうね、うん、まあ、ところだね、はい、うん、ということで、はい、